皆さんこんにちは、パドマでございます。久しぶりに絵を描こうと思ったんですが、画材が全く手元になくてどうしようかなと思ってたら見つけました。ドクターマーチンの15色ございましたので、筆がないのでとりあえず画用紙にこのインクで色をつけてからお絵描きをしていきたいと思います。まずはね、画用紙を染めていきましょう。はい、こちらのパレットもありましたので、これに8色選んでグラデーションで入れていきたいと思います。まずはね、黄色からですかね。結構黄色とかオレンジ、ピンクなんかはインクが固まっちゃってたんですよね。30年前ぐらいに買ったやつなので固まってるのが多くって、ちょっとこの出すのが大変だったんですけど、なんとか使えそうでした。はい、紫も入れてこんな感じです。パレットに入れると綺麗ですね。はい、次お水ですね。間違ってこぼしちゃったんですけど、もうこのままね、びちゃびちゃに画用紙を濡らしていきます。もう筆がないんで指でいきましょう。はい、そしたらばパレットに入れたインクを、薄めの色から少しずつ指で伸ばしていきます。これだったら筆なくてもなんとかいけますね。はい、このまま、好きにね、好きな感じで置いていきましょう。ちょっとね、オレンジが多くなっちゃったんですけど、まあ、全体的に明るくなるような感じで、配置していきました。はい、とりあえず今日は実験的な感じでやってみるということで、あまり何も考えずに適当にね、ポンポンポンと好きなように色を置いております。指だと結構細かく跡がついちゃうんですけど、ティッシュなんかでぼかしていってもいいかなと思います。はい、こんな感じで全体的に色がつきました。割と明るい色になりましたね。指も染まっちゃいましたので、こちらのインク使う方はご注意ください。さあ、紙を乾かして早速絵を描いていきます。使うのは、ゲルボールペンですね。 0.5 と 0.7 を使ってまいります。何描こうかなと悩んでたんですけど、タロットのモチーフを描いてみたいなと思いまして、今回は月、ムーンのカードを描いてみます。はい、上の方にね、月の丸を描いてますが、今描いているのはザリガニですね。月のカードにはザリガニが、ちょうど水の中から陸に上がろうかどうかと迷っているシーンが描かれております。ちょっとこういう波紋とかね、水の中のイメージを少しずつ書き足しております。はい、ザリガニってこんなんでしたっけね。はい、そして、陸上に塔が2つあるんですが、それの構造ちょっとね、壮大なというか、なんか威圧感のある雰囲気で書きたかったので、少し遠近法を使って、ちょっとね、月にかかるように描いてみました。そして、大地から伸びているようなイメージにしたかったので、根元は木の根っこのような感じで伸ばしてみましたね。そして陸上はごちゃごちゃといろいろ模様を埋めてみたんですけど、なんかこう陸上にはなんか得体の知れないものがあるんじゃないかなという、そういうザリガニの不安な気持ちをちょっとここにも表現してみましたね。はい、この間に道があるんですけど、ここに進んでみたいんだけどちょっと怖いな、どうしようかなと悩んでいる、そういうザリガニのストーリーが描かれているカードでございます。あれですね、色的には上下逆に描いた方が良かったかなっていう気がしております。はい、そして、水の中描いていきます。こちらは波紋のようなものだったり、泡のようなものをイメージして模様を描いてまいります。はい、波紋の中にもいろいろ模様を描いてみたりとかしてますね。はい、そしていよいよ月を描いてまいります。満ち欠けをする不安定な月をイメージして描いております。満月かと思いきや三日月と思いきや、いろんな形に変化する、そういう月ですね。そして、顔が描かれているんですが、これもなんかちょっと
不思議な表情というか、あんまりこうハッピーな感じではないんですよね。なんか悩んでる、そんなイメージの女性かなを描いております。周りはステンドグラスのようなイメージで描いてみたかったので、ステンドグラスの枠みたいな感じで描いております。少し縁取りを濃くして、月の光の筋みたいなものを描きまして、光の粒ですね、描いて完成。そして最後にサインをザリガニの横に描いてまいります。はい、パドマ、そして完成。いかがでしょうか。色がね、割と明るめの色になっちゃったんですけど、月のカードだったらもう少しなんか悩ましい色でも良かったかなと今思っておりますが、まあ今度ね、描くときは色にもこだわってみようと思います。筆がなくてもとりあえず色があればなんとか描けるということで、今回は月のカードを描いてまいりました。はい、ここまでご視聴くださりありがとうございます。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。